NTT 東日本の佐藤と申します。よろししくお願いいたしますこちらのセッションでは当社が準備を進めている映像解析 AI プラットフォームについてご紹介したいと思います。これはネットワークとコンピューティングを統合した MEC のプラットフォームで映像解析をもっと身近なものにしていこうというものでございます。本日はそのコンセプトとそれを支えるテクノロジーの根幹でありますオープンシフトを使ったコンテナーオーケストレーションについてご紹介したいと思います。 はじめに自己紹介させていただきます私は2007年に NTT 東日本に入社をいたしましてキャリアのうちの10年近くをサービス開発の仕事を携わらせていただいております NTT らしいネットワークサービスの開発ですとかあとは音楽配信のサービスの開発を担当させていただきまして現在では AI 特に映像解析のサービスの開発に注力をしておりますこちら本日の目次でございます はじめ NTT グループの中でも国内通信事業を担っておりましてフレッツ光やギガラク w i f i といった通信サービスの提供を通じて生活産業のインフラを皆様にご提供を差し上げています。近年では AIIoT を活用したデジタルトランスフォーメーションにも力を入れています。直近のコロナの影響を受け止めて 社会のさらなるスマート化を推進してまいります通信に求められるものは近年非常に変わってきていますこれまで通信の中心には常に人がいました電話をかけるあるいはインターネットを使う常に中心に人がいてサービスが提供されていますただ IoT の時代を迎えて人も物もあらゆるものがつながってネットワークで情報をやり取りするようになってきています そこでやり取りされるデータの量やバリエーションは爆発的に増えていますそこに最適化されたアーキテクチャあるいはサービスの在り方というものが必要だというふうに考えています当社ではネットワークとコンピューティングを統合したメックのプラットフォームの構築を進めています合わせて地域社会の皆様やさまざまなステークホルダーの皆様と一緒にサービスを作るサービス競争を始めています この MEC のプラットフォームが最も生きる分野の一つに映像解析があるというふうに考えています少し映像解析の市場に目を向けてみたいと思います映像解析の市場は2023年までに1500億円まで成長することが見込まれており国内で出荷されている IP カメラ映像解析の重要なインフラになりますこちらも年間100万台以上が出荷されていますこの IP カメラ すでに500万台以上が国内で稼働されていると言われていますあらゆる業種業態で広く使われており映像解析を広げていく上で十分なインフラになっているというふうに見えます一方で AI による映像解析はその利用意向が非常に高いにもかかわらず実利用に至っているケースは限定的ですこれはなぜか私たちは AI を使うカスタマーと それを提供するサービスは両方に課題があるというふうに考えています順番に見ていきましょうカスタマーが抱えている課題は3つですまず映像解析に専用のシステムが必要になることが多くこれには大きな初期投資が必要になりますまた季節のカメラが使えない AI のサービスがありカメラへの投資が2重三重になってしまいます さらに欲しい時に欲しい分だけ使えるといったフレキシビリティのあるサービスが少ないことも挙げられます一方サービサーが抱えている課題こちらは2つですシステムインテグレーションで提供する場合カスタマーごとあるいは拠点ごとにプロジェクトの負担が発生しますクラウドで提供する場合にもネットワークやセキュリティなど AI の開発以外にもリソースを割く必要がありこちらの負担も無視できません このような双方の課題を解決するために当社の m ッ c のプラットフォームを利用して AI のアプリケーションを s a ス s 化しますそして季節のカメラと m ッ c をセキュアに交代域に統合しますそれをすることによってお客様はシステム構築なしに季節のカメラで AI の解析がスタートできるようになりますまた使いたい AI を使いたい分だけ使えますこの4つの特徴を m ッ c のプラットフォームの上で実現していますこれを映像解析 AI プラットフォームとして 提供すする予定ですこの映像解析 AI プラットフォームは多くのサービスさんにとって使いやすいものにするためにアプリケーションのデプロイメントを容易にするということを突き詰めてまいりましたそれを支えているのがオーーンンシフトによるコンテナオーケストレーションですここからはスピーカーバトンタッチしまして高野さんから紹介していただきたいと思います NTT 東日本の高野と申します。 それではここから私が主に技術面についてお話をしたいと思いますよろしくお願いいたしますではプラットフォームを支える OpenShift によるコンテナーオーケストレーションと題しまして3つのテーマについてお話しいたしますテーマはこちらになりますまず映像解析 AI プラットフォームのコンセプトと技術スタック次にではこのプラットフォームになぜ OpenShift を採用したのか ここまでを背景といたしましてヘルムで実現する映像やワークロードの GitOps 実装ですねこの部分を重点的にお話ししたいと思いますでは初めにプラットフォームのコンセプトと技術スタックについてお話しいたしますこちらのプラットフォームは映像と AI がキーになっておりますので現在どのような形でこのカメラと AI が結びつけられているのかというところについてお話をさせていただきます 左から右に向かってですね処理のフローが書かれているんですが注目していただきたいのは四角で大きく囲われた左側の部分ですねこちら一つのカメラに対して一つの GPU サーバーがつながっていてつまりこのカメラこの AI を処理するためだけに使われている1カメラ 1AI こういった形が多く見られる方式になっております。対しまして我々が目指すコンセプトとしましては 左側から右側にとありますようにプラットフォームというものを作りましてその上に AI サービスーさんが作った AI アプリケーションを載せていくそしてカスタマー様は自分のカメラを使いたい AI に対してつなげていくつまりマルチカメラマルチ AI といったものを実現しようそのように考えております。最後にプラットフォームの構成ですが 真ん中のですね東日本マネージドサービスと書かれた部分に RedHat のオープンシフトコンテナプラットフォームを採用したとこのような構成を採用しております。一旦まとめますとコンセプトと技術スタックとしてはオープンシフトというものを軸にマルチカメラマルチ AI を実現していくといったものになっております。では続きましてなぜオープンシフトを採用したのかについてお話しさせていただきます。 理由としましてはこちら1点につきましてまず実現したかったこととしてはリリースサイクルを早くしたたいいといったことが挙げられますこの AI の業界かなりアプリケーションのアップデートの頻度も高く新しい機能もどんどん出てきているそのような中でサービス様が作った新しいアプリケーションの新しいバージョンをですねどん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 リリースしていく基盤側としてはそれをいかに簡単にしていくかというところが肝だとそのように考えました。 そしてリリースサイクルを早くしたいとなってきているときに我々もですねコンテナですとかコンテナをスケールさせるためのクーバーネティスを採用しようというふうになってきたわけですがでは実際にクーバーネティスを商用で運用していくということを考えた際に2つ課題と感じたものがございます。まず1つ目が周辺機能の実装でしてこの図の左側クーバーネティスクラスターの右側にですねオレンジ色で塗った部分が周辺機能となっております。 例えばモニタリングロギングですとかそのような形でかなり多岐にわたるものがあるかと思います。こういった周辺機能は自分たちで用意しないといけないというところがまず1点目。そしてもう1点目が下のアップデート対応ですね。こちら1年以内にどん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 バージョンアップをかけていきそれを自力で Kubernetes を使う場合は解決しないといけません。また先ほど申し上げた周辺機能との互換性というものを常に取っていかないといけない。 これをどうしていくかというところを考えたときにエンタープライズ版であるオープンシフトを採用させていただいたという経緯がございますここまででまた一旦まとめさせていただきますとマルチカメラマルチ AI をやっていくにあたってコンテナそして Kubernetes に注目したときに Kubernetes だけでは足りない部分を商用サービスとして実際に運用していく出していくためにオープンシフトを採用いたしました ではここからはヘルムで実現する映像 AI ワークロードの GitOps 実装というところについてお話しさせていただきます。こちらテーマを2つに分けさせていただきましてまず1つ目がヘルムで GitOps をやっていく時に我々が何を課題と感じたのかというところについてお話しした後に実際にではどのような戦略を持ってそれを乗り越えていったかというところについてお話しさせていただきます。 では初めに課題についてお話しする前にまず「映像 AI のワークロード」これは我々の独自の用語なんですが「とは何か」というところについてお話をさせていただきます。まあ、名前に「映像 AI」とついていますとおり、まあ、まさに映像に関わるそして AI に関わるというところが非常に、えー、特徴となっておりまして。 まず左左側側ですすね図の左側の GPU を用いいて AI 推論するというとうころが1つポイントになってきますこの GPU を使うことで非常に高速な処理が可能になりますし、まあ、たくさんのカメラを1つのサーバーに集約することが可能になってまいりますもう1つのポイントが右側クライアント型ワークロードと書かせていただいたんですがコンテナにあるアプリケーションがですねカメラに映像ストリームを取得する際に、まあ、RTSP というプロトコルを使うんですがこれを使う際には実はカメラがサーバー そしてサーバーの上にはアプリケーションがクライアントという形で通信をいたしますそういったところは非常に大きなポイントとなっておりますはい、そしてここから先はですねこの特に右側のクライアント型ワークロードである点に着目をしてお話をさせていただきますでは少し話が変わりまして GitOps の環境を我々はどのように構成したのかについてお話をさせていただきます こちら図の上段にですね、CIC あ CI のパイプライン、そして図の下段に CD のパイプラインがあります。こちら青色のアプリ開発者の方はですね、上段のパイプラインを使って自身が開発したアプリケーションをコンテナにしてコンテナレジストリに格納します。そして非常にリリースサイクルを早くしたいというところでもお話ししましたが、新しいバージョンが出ましたとなった際には新しいバージョンをそして使いたいと。 いうときにはこのオレンジの点線部分ですねプロリクエストという形でマニフェストリポジトリにキックしてきますそうすると左下の承認者ですねが承認をして右側のデプロイのフローに移るわけですがそこでですねジェンキンスそしてジェンキンスエージェントからヘルムの CLI を叩くという構成を採用しておりますこちら採用の理由としましてはその当時 OCP 上でですね実際に GA となっていた二つの機能を採用したと いいう経緯がございます続きましてこちらです、ね、囲わせていただいたヘルムの部分なんですが今回はですね特にこのヘルムの部分についてフォーカスをしてお話をさせていただければと思います。はい、続きまして少し話題が変わりますがクーバーネティスの世界でこの映像 AI のワークロードを見ていくとどのようになるかというところについてお話をさせていただきます。こちら左側にステージング環境 右側にプロダクション環境を想定した環境を設けておりましてまあそれぞれカメラがつながっていますそして環境の上にはポットが立っていてポットにはそれぞれコンフィグマップが割り当たっておりますじゃあなぜコンフィグマップを割り当たっているかというと実際にカメラの URL というのはここに異なりますのでそれぞれ狙ったカメラに狙った AI をつなげるためにコンフィグマップにカメラ URL 情報を用いて持たせております 続きまして先ほど絵に描いた部分を Kubernetes の YAML ファイルの観点で見ていくとこのようになります。非常に分量が多くなってきたかなというところもお見受けいただけるかと思いますが着目していただきたいのは赤字になっている部分でございましてこちらはですね一つ一つの YAML ごとに値が異なっています。その他のの他黒色の部分は 値が異なっておらずポッドであれば同同同士士であればじ値を使っておりますこちらが意味するところが何かと申しますと、まあ、同じようなですねやむるが大量に存在しているただしパラメータが異なると、まあ、そういったところが一つこの映像 AI ワークロードの特徴になっておりましてこれをどのように実現していくのかというところで我々はヘルムのテンプレート機能というものに着目をいたしました。 では、一旦、ヘルプのテンプレート機能についてお話をさせていただきますと、図の左上ですね。変数と書かれたものにバリューズ・ドット・ヤムルと記載がございます。まさに、あの名前が示す通り、変数をずっと並べてあるファイルになっておりまして、左下にはテンプレート。各ポッドという形で、先ほどですね。赤字で書いていた部分が変数になっているものがあると思っていただければと存じます。 そしてこの変数とテンプレートを掛け合わせますと右側ですね実際にポットのやむるがその数だけ生成されるとそういった機能がヘルムにございます。対しまして先ほどは左下にポットと書かせていただいたんですが次はコンフィグマップになります。コンフィグマップについても同様でして変数ファイルと左下コンフィグマップのテンプレートを掛け合わせることでその数だけの のファイルを生成することができますでは続きまして今までは Kubernetes のリソースそして Kubernetes の YAML そしてそれをヘルムでどう書くかというところについてお話ししましたが GitOps ですので次は Git の観点で見ていきたいと思います。ご覧頂い,いているように左側にステージングブランチそして右側にプロダクションブランチを配置しております。 また各ブランチの中に配置されているファイルとしては先ほどヘルムのテンプレートというところでお話ししましたファイルを配置しているそのような構成を採用しております続きましてそれぞれのブランチの役割について一度お話をしますとステージング環境というのはサービス者様がですね作った新しいアプリケーションを持ってきて本番環境つまりプロダクション環境に適応する前に最終確認を行う場です そしてステージングブランチでテストが OK だったものを右側のプロダクションブランチに持ってきまして実際にエンドユーザー様にサービスを提供するとそのような役割になっておりますでは続きまして実際にあり得る運用上出てくるですね先ほどステージング環境は最終テストの場という形でお伝えをしたかと思いますが 実際に新しいアプリのバージョン例えばバージョン1からバージョン2にアップデートをする検証をしたいというユースケースを考えますこちら図に示しているのは先ほどお示ししたやむると全く同じものなのですがこちらをですねこのようにしていきたいというユースケースはかなり多くあるかと存じます。左側のステージング環境は ポッの部分ですねバージョン1から2に上げていて実際に YAML ファイルもバージョン2に上げています一方でプロダクション環境というのは既にお客様に AI を提供し続けている環境ですのでいきなりバージョン2にするわけにはいかずその検証を待っていますのでバージョン1のままこの YAML ファイルで Kubernetes 上で動いているとそういった形になっております、はい、こちらが まさに我々が直面した課題でございましてステージング環境プロダクション環境それぞれに異なる y a m を適用して運用していきたいそういったところをまず一つ課題,の課題としまして次の戦略に移らせていただきますでは続いてその課題をどのように乗り越えたのかというところについてお話をいたします先ほどの課題をもう一度まとめますと 環境ごとに異なる y a m を適用するためにどのようにすればよかったのかというところが課題でございましたここからは戦略一2それぞれテンプレートファイルを分割する変数ファイルを分割すると二つの手法についてお話をさせていただきますではまずテンプレートファイルを分割する戦略についてお話しさせていただきますはいこちらですね先ほどお見せした図に似ているんですが違うところがございましてこのステージングブランチの ファイルの中ですねテンプレートの下にステージングポッドドットヤブルとプロダクションポッドドットヤブルという2つのファイルこれが新しく用意してあります先ほどはポッドのテンプレート1つだったんですがこれをステージング用プロダクション用それで2つに分割をしたそういった形式になっております、はい、では、えっと、テンプレートを分ければそれでいいのかといいますとそういうわけにはいかなくてですね 変数ファイルの中にそれぞれこれはステージング環境用の変数ですこれはプロダクション用の環境の変数ですと演武ステージング演武プロダクションという形で識別子を追加する必要がありますのでこちらを適用しますそしてヘルムのテンプレートの記法ですねを見ていきますと実は if 文というものを記載することができますこちらご覧いただいているのはステージング .yml のムルの 実際の構成になってきますが赤字の部分ですね if 文が書いてありまして、まあ、if= イコールでその右の方にステージングという形でブランチの名前をですねここに記載をしますそうすることで先ほど変数ファイル values.yml とあとはテンプレートファイルを掛け合わせるというお話をしましたが同じことが言えまして例えばこの今赤字で示した エンブステージングと書いた変数こちらについてはを生成すすることができます対しましてこの下側ですね演ブプロダクションと書いた変数こちらについては掛け合わせる時に if 分にはまりませんのでがが生成されないいそういった運用が可能ですここまで見ていきますとステージングプロダクションそれぞれにテンプレートを分けると非常に運用しやすくてですねシンプルに思いつく方しいかなと思います。 ここで少し話を変えまして実運用上でまたありそうなユースケースですねについてご紹介いたしますこちら今画面に出していますのがステージングポット YAML の先ほどイフ文で書いたところではなく下の方ですねにリブネスプローブを追加した、まあ、例えばこのような例を考えます実際にはバージョンアップに伴って新しい変数が追加されたりですとか追加される部分は異なるかと思いますが やはりポットのテンプレートも一度使えばそれっきりというわけではなく実際に更新がどん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 入ってくる箇所かと思います今回はこのリブネスプローブをユースケースとして考えますでは続きましてプロダクションポット .yaml についてもお話しいたします実は先ほどステージング環境でリブネスプローブの追加ですねこれがもし仮にテストが通ってうまくいったということであれば 当然プロダクションポット .yml の方についても変更が必要ですそしてそれをお客様に提供するそのような流れになってくるかと思います、はい、ここで、えー、もう一度 Git の観点から今までの内容をおさらいしますと左側のプロダクションブランチからテストが OK だったら右側のプロダクションブランチに情報が渡っていくそしてバージョンが1から2に ステージングポット YAML とプロダクションポット YAML がそれぞれリブネスプローブを追加した構成変更される、まあ、そのような形になるかと思います。ここで一つ確認しなくてはいけないのが最後のプロダクションポッドになります実はですね先ほど IF 文というお話をしましたがステージング環境で IF 文の条件をクリアして実際に YAML が生成されてテストされるテンプレートファイルというのは のみになっております実はこのプロダクションポット YAML については実機でテストをしたこととがなないいものを使うここになってしまいますこちら非常に誤記ですとかそういったミスについてケアできていない形になりますので非常に注意が必要かと思いますですのでまとめますと、まあ、テンプレートファイルというのはできれば統一していきたい同じものを使いたいと。 というところを我々が考えました一旦まとめますと環境ごとに異なる YAML をどのように適用していくかというところについてテンプレートファイルを分けて考えてみましたがそれをやってしまうとプロダクション環境でどうしても一発勝負の適用というのが入ってきますのでできれば避けたいというところが一旦結論でございます。では続きまして戦略2です、ね、環境ごとに 変数ファイルを分けていくそちらの戦略についいててお話をさせていただきます、はい、こちらもう一度 Git のステージングブランチの絵を出させていただいたんですが先ほどはですねテンプレートの下の pot.yaml こちらがステージングとプロダクションでそれぞれ分けていた図になっていましたが今回は一つだけ存在する最初の図に戻ったというような形になっております。 そこでですねつまり変数ファイルの中身を見ていきますとこのようになっておりまして先ほどですね識別子を追加するというお話も一旦今回はなしでこちらも最初の状態に戻ったと考えます。続きましてこちら色を塗ってあるんですが。 ステージングブランチでではこのバリズドット ML 変数ファイルのどの部分を使うのかといいますと一番上のバージョン情報そしてまあそのすぐ下のステージング環境につながっているカメラの情報名前ですとか IP アドレスですねそのような情報を使います一方でプロダクション環境では何を使うかと申しますと同じく一番上のバージョン情報とあとは 名称もしくは IP アドレスについてはプロダクション環境だけで使う下の部分を使うそのような形になっておりますこちらまとめますとステージングブランチプロダクションブランチでそれぞれ使う変数使わない変数はこのようになっております、はい、こちらもう少し見ていきますと一番上のバージョン情報ですねこちらについては ブランチによらずどちらでも必要になってきます一方で実際のアプリケーションが使う名称ですとか IP アドレス情報ですねこのようなものは個々の環境でそれぞれ違ったものが必要になってきますここで少し話が変わるのですが 我々はですねこの環境ごとに違うものをどのように実現するのかというところを考えた時にヘルムコマンドの -f というファイル名を指定するオプションに着目をいたしました。こちら上の図がオプションなしそして下の図がオプションありでそれぞれヘルムのコマンドを実行した場合なんですがまず上のオプションなしの場合ですね。 こちらは実は実今までお話しした通りですね values.yml 変数ファイルとあとはテンプレートに書かれたテンプレートを掛け合わせることで右側ですね yaml ファイルが実際に生成されます一方で下側ですねオプションをつけた場合例えばこの場合ですと fuber.yaml、まあ、というものを指定したとしますそうしますと、えー、values.yaml テンプレートというのはもちろんありながらその一番上にですね fuber.yaml それを掛け合わせて y a m を生成するという形になっております実はここがポイントでございまして、はい、指定した一番上の fuber.yaml は使いますそしてファイル名を指定するので変数ファイルが差し替わるのではなく、はい、values.yaml はそのまま活用されますですので上の図ですと2つだけ参照していたところを下の図ですと3つを参照して掛け合わせたものをヤムルファイルにしていく そういった仕様になっております。ここでですね我々が先ほどのヘルムのオプションに着目をして変数ファイルを分割した図を示しております。一番上がですねこちらは -f でどのようなオプションを指定しても使われる変数ですのでつまり共通する変数であるバージョン情報を配置しております。 そしてその下に新しく追記をしているのがステージング .yaml とプロダクション .yaml というそれぞれの環境ごとの変数ファイルになっておりましてステージング .yaml についてはステージング環境で使う変数だけそしてプロダクション .yaml についてはプロダクション環境で使う変数だけを記載したものになっておりますこちら一つポイントとなってきますのがステージング .yaml プロダクション .yaml どちらも変数名がアップスとなっておりますがこちらは それぞれ違うファイルを指定しますので名前を衝突しても問題がないとそのような形で同じ変数名を宣言しているという形になっておりますでは先ほどですね例でお見せしましたリブネスプローブを追加するつまりポットのテンプレートにも構成変更が入るそしてかつアプリのバージョンもバージョンワンからバージョンツーに上げるという例を考えます その場合に変更されるファイルというのが下からいきますと pot.yml の構成変更そしてすみません少し吹き出しの位置がずれてしまっていますが values.yml がバージョン1から2に上がるとそのような形になっておりますそしてではこの情報をですねどのようにステージング環境に適用していくのかについて表した図がこちらになっておりましてステージング環境ですねバージョンが上がった情報 プラス右下の吹き出しですね -f オプションのところでですねステージング .yaml とステージング環境用の変数を指定していますそうすることでステージング .yaml とポットのテンプレートが掛け合わさったものがステージング環境に実際に適用されていくとそのような形になっております、はい、ここでですね次はプロダクション環境に行く前に一つですねセーフティー機構というところについてお話をさせていただきますと、まあ、実は テストが完了したものについてはステージングブランチからプロダクションブランチに移っていくのですが、こちらですね、そのまま移してしまっては、例えばプロダクションブランチの、プロダクション .yaml、ね、をステージングブランチで誤って消してしまった場合にですね、上書きされてしまったりですとか、そういったオペミスも考えられますので、まあ、そこは Git アトリビュートの設定で除外をしていると、そのような形をとっております。最後にですね、プロダクションブランチでどのように適用されるのか。 というかとお話しさせていただきますと、バリズドットヤムルがバージョン1からバージョン2に上がると、今度はプロダクションドットヤムルを指定してヘルムのインストールをすることで、プロダクション環境に狙った変数を使ってデプロイすることができます。はい、ここまでまたまとめますと、戦略2ですで環境ごとに変数ファイルを分割することで GitOps が実現できました。 最後にまとめますとオープンシフトを軸にマルチカメラマルチ AI をやっていくにあたって Kubernetes だけでは足りない商用サービス化の課題をオープンシフトで解決しつつヘルムの変数ファイルを分割することで環境ごとの際に対応してまいりました以上で私の話を終わりにしたいと思いますどうもご清聴いただきましてありがとうございました